おみやです。今日はですね、小山市にあります丸富さん、こちらに行ってまいりました。場所なんですけれども、いちごの里付近、県道153号36号線が交わる南小林交差点沿いにあります。広々とした駐車場がお店の目の前にあります。青竹手打ちのラーメンがいただけるお店で、開店前から行列ができていました。店内はこのようになっており、カウンター席、テーブル席、小上がり席があります。メニューなんですけれども、ラーメンや塩ラーメン、味噌ラーメン、ネギラーメン、揚げ餃子などがあります。私はネギチャーシュー麺980円に揚げ餃子360円を注文しました。卓上には醤油、酢、ラー油、ブラックペッパーが置いてあります。熱々で到着しましたネギチャーシュー麺と揚げ餃子、普通盛りですがボリュームがありそうです。いただきます。ネギチャーシュー麺の具材ですが、チャーシュー5枚、わかめ、ネギ、ナルト、メンマが乗っています。スープなんですけれども、熱々なので火傷注意です。すっきりとしていますが、野菜と動物系の旨味が出たあっさりスープ。麺は青竹手打ちの不揃いのリンゴならぬ不揃いの麺です。細いのから太いものまであり、喉越しがよく食感を楽しむことができます。大きなバラチャーシューはトロットロで、箸で持ち上げると崩れるぐらい柔らかです。口に入れるとトロトロホロホロで、味付けも程よく臭みもなく、とてもうみゃーです。愛しのエリーならぬ愛しの丸富さん状態です。ネギなんですけれども、ネギ味噌になっており、刻みチャーシューが入っています。ネギのシャキシャキ感と味噌がスープに溶けて、また違った味わいで楽しめます。味噌が主張しすぎず、いいバランスの味わいになります。揚げ餃子なんですけれども、私の中で超ドストライクでした。肉汁がじゅわっと溢れて、心地のいいニンニクの風味、そして何より感動したのが皮ですね。カリカリしつつももちもち感が残り、あんより皮が主役の餃子と個人的には思いました。まさにこのラーメンからの餃子の流れ、丸藤直道のトラースキックからのタイガーフロージョンのような一連の流れで、破壊力抜群のコンボです。普通盛りですがボリュームがあり、大変満足しました。餃子にはご飯がちょっと欲しいと感じる今日この頃でした。完食です。ごちそうさまでした。はい、といったわけで、丸富さん、柔らかチャーシューにすっきりとしたスープ、絶品の餃子、大変満足しました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。